私がまだ高校生の頃の話です。母が霊感のある家系だったためか、私は昔からよくその類のものを見たり感じたりしていました。この体験もその中の一つです。当時我が家では夜食をよく食べており、それは外食というのがお決まりでした。その日は父の気分でラーメンを食べに行くということになりました。我が家は田舎の山の中にあり、出かける際は必ず車を使っていたのですが、その時も父の車で出かけました。私は運転席側の後部座席に座って、両親の会話には入らず外を眺めていました。その時、畑の真ん中にポツンと一人で立っているおばあさんを見たんです。時間は夜10時を過ぎて、あたりは街灯もなく真っ暗、田舎のことですから周りには民家もなく、変だなぁと思いながらも、農作業の道具でも昼間に忘れたんだろうと、そんなことを思い気にすることもありませんでした。今にして思えば、車で来たにしても周辺に車もなかったし、不審な点はいっぱいあったのですが、その時は全く気にならなかったのです。そのままラーメンを食べて家に帰宅し、就寝となりました。はじめはいつも通りぐっすりと寝ていたのですが、深夜2時を過ぎたあたりで突然金縛りにあって目が覚めたのです。1ヶ月に一度ぐらいの頻度で金縛りにあっていた私にとっては、またかというくらいの出来事だったのですが、そこから先が今まで体験したことのない出来事の始まりだったのです。金縛りにあってしばらくは単純に動けないだけでした。しかし、ふと足元をガシッと誰かに掴まれた感覚がありました。そういったことは今までなかったので、私は、は?と意味不明になりながら、動くこともできず、じっとしていました。すると、その手の感覚は、徐々に上に上に這い上がってきました。腰のあたりまで来たとき、恐怖が生まれてきて、パニックになり始めました。頭の中では、布団の中を見るべきか、やめるべきか、と自問自答を繰り返していましたが、見なくてもこのままだとどうせ、いずれはご対面になるなら、自分のタイミングで見てやろうと、動く腕で勇気を振り絞り、布団をめくったのです。瞬間、私はそれを後悔しました。めくった布団の中にいたのは、先ほど畑に立っていたおばあさんだったのです。その表情は、怒っているような、無表情のような、何とも言えない顔をしていました。ただ、それだけで私はそこまで怖いとは感じません。私の怖さの理由は、そのおばあさんの手に草刈り用の鎌が握られていたことにあったのです。しばらく見つめ合ったのですが、その後どうしたらいいのかわからず、めくった布団をおばあさんごとかけ直し、見なかったことにしようと思いました。ちなみに金縛りは、なぜかその時は解けたのです。布団をかけて、何もなかったかのように目を閉じたのですが、先ほど目があったことと、さらに
まだ腰周りにある手の感触が何もなかったようには思わせてはくれませんでした。しばらくして、その手がまた上に這い上がってくるのがわかりました。このままだと、また顔を合わせることになると思った私は、母親から教わっていた呪文のようなお経のようなものを必死で唱えました。その後、その呪文が真言宗で悪霊などに使われる真言だと知りました。それを唱えて10回経つか経たないうちに、布団の中の重みが一気になくなりました。まだいるのでは?と思いながらも、私はこわごわ布団をあげましたが、おばあさんはきれいに消えていました。その後聞いた話によると、私が幽霊を見た畑かはわからないのですが、その周辺の畑の持ち主で、その日お葬式をした人がいらしたので、もしかしたらその人だったのかもしれません。その出来事があって以来、私は頻繁に幽霊と出会うことになりました。一人の夜は怖くて、自宅であっても気味が悪く感じることがあります。子供は怖がるので、こういった話は避けるよう努めてきました。その夜は家族がたまたま誰も帰らず外泊でした。一年に一度、あるかないかのタイミングです。夕方に早々と食事とお風呂を済ませ、私は寝室でテレビを見ていました。トン、トン、トン。不意に軽い足取りで階段を降りる足音がしました。体が緊張でこわばります。誰もいないはずなのに。心臓の鼓動が激しくなるのを無理やり落ち着かせます。子供じゃないし、何を慌てて、どうせ空耳だと自分に言い聞かせます。足音は階段の途中で止まったきり、上に戻るのか、このまま下に降りてくるのか。気にしてはいけない。聞かなければいいのだと思って、私はスマホのイヤホンを耳に挿して、お笑い番組を見始めます。それでも家なりはイヤホンを通して聞こえます。木造の家屋ですから、家なりは当たり前のことです。天井からダンと重たいものが落ちたような音がしました。背中に汗がにじみます。天井の家なりは普段からよく聞こえます。大したことじゃない。ビクビクしながらトイレを済ませ、早々とベッドに入りました。部屋を暗くしないと眠れませんが、明かりを消すのは怖いのです。結局眠れず、私は不安を取り除くために、意を決してベッドから起き上がり、階段のライトをつけました。階段の中ほどに黒い人影がいました。その影は家の裏の戸建て住宅に一人で暮らしていた男性でした。彼は姉によって変死体で発見されていました。自ら命を絶ったということになっています。近所に親戚もいますし、
私とは関わりがなかったのですが、なぜここに来たのでしょうか。叫んだところで、この家には今誰もいません。ところがその時、私は不思議に落ち着いていました。なぜかわかりませんが、人影の正体を確認したら、怖く感じなくなったのです。彼をしばらく見ていましたが、ただうずくまっているだけです。まあいいかと思って電気を消し、ベッドに入ると、朝までぐっすり安眠しました。翌朝、娘が朝に帰ってきて、夫は昼頃帰ってきました。夕食を食べ終えて片付けをしながら、昨晩のことを思っていた私は、話題がてら気軽に口を開きました。そろそろ引っ越さない？なんだよ、突然。夫は言い終えた後、理解したのか、怯えた顔をしました。話さなくていい。なんか出たのか？いい、話さなくてもいいから。今度のボーナスで引っ越そう。私を一番理解してくれているのは夫です。私が見えると告白したら、意外にも信じてくれました。夫は見えないがゆえ、話を聞くと想像が膨らみ怖くなるといつも言っています。ねえ、この家、何がいると思う？いいから話さないで。前からおかしいなとは思ってたんだ。君が話さないから言わなかっただけで、なんか、動物よりも重いやつが天井裏にいる気がする。見えなくても音は聞こえるんだ。壁に変な影も。いや、やっぱり何でもない。私たち家族はいつもこんな風に引っ越しをすることがあります。夫は、今度はさ、狭くても新築にしよう。と晴れやかに言っています。前回暮らしていたアパートは例の通り道になっていたので明確でしたが、今の家には何が起きているのかわかりません。新築にだって土着の霊がいることがあるとは夫には言えませんでした。